ちょうどいい機会だ、マスター。そろそろ彼女の最後の秘密を暴いてしまってはどうだ。おいおい、今までの言動と先ほどの発言を思い出せばすぐにわかるだろう。まさか本気でわからないのか。説明、まあ背に腹は変えられないか。まず一つ目の SG、 これで彼女が少女らしいロマンあふれる恋を無双していると分かった。次に二つ目、料理好きの愛妻願望。しかしあの出来を見ればそのスキルが日常的に振るわれなかったと分かる。そして決め手が先ほどの発言だ。己の体とする女性に彼女は何を求めると言った。あ、いやだから、くそ、君が相手だとどうもやりにくいな。分かった、もういい、私が指摘しよう。その代わり後でセクハラだのなんだのと絶対に騒いでくれるなよ。エリザベート、剣を交える前にお前に聞いておくことがある。あら、何かしら。ライブの予定ならマネージャーに聞いてほしいんだけど。そんな大層な質問じゃないさ。お前が募集していた人員についてだ。美形であること、若いこと、そして純潔であるのが募集条件だったな。だがそもそも密通なのは君自身だろう。今だ、行け、マスター。誰が変態だ。これは秘密を暴くために仕方なく。うわー、さすがに今の絵面はヤバかったわ。私でもドン引きしたもの。ないない、これはない、即アウト。バッチリ録画済みです。今年度の新指導がノミネート作品としてレオ会長の墓前に備えましょう。おい待て、なんでそうなる。どうして誰も味方がいない。マスターからも何か言って。マスター。